こんばんは、平井弘明です。今回はですね、リクエストをいただきまして、レディースクラブをですね、男性の方が打って暴れないスイングだったりイメージをつけたいということで、動画を撮ってくれっていうリクエストをいただきまして、レディースクラブ持ってきました。ヘッドはゼクシオのヘッドで11度で、シャフトがですね、グラファイトデザインのツアー AD のSL4 の RR1 っていうフレックス、 R より柔らかいのかな。そう、でこれ長さはどんぐらいなんだろう、44インチぐらいです。短い、まあまあ本当オーソドックスな女性用のクラブ。シャフトもこうペランペランです。すごい柔らかい。これをちょっと打ってみようと思うんですが、ヘッドスピード40以上ある男性の方でドライバーが苦手な方にとってちょっと参考になる動画になったらいいなと思って撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。単純にドライバーをフェアウェイの真ん中にストレートボールで打つだけでしたら、スペックを落とせば落とすほど楽になるって僕は思います。例えばそれで球を低く抑えたいとか曲げたいとかってなってくると、もちろんそのヘッドスピードに合ったグラムだったり硬さ、シャフトですよね、がもちろん必要になってくる場合もあるんですけども、球に色をつけないでフェアウェイの真ん中にストレートでバコーンって打つだけだったら、こういうレディースクラブでも普通に打てます。で、多分そのリクエストいただいた方はどういう振り方をして手打ちでもいいのかとか、いろんなことを知りたいと思うんですけども、とりあえずちょっと打っていきます。何球かちょっと打ちますんで、まあ、普通にいつも通りの自分のマイクラブのボールの位置だったりアドレスをして、で自分のクラブと同じヘッドスピードでとりあえず打ってみますね。めっちゃいい球ハイドロー。もう一球いっていいですか。いたって普通の2球同じ球ですね、ハイドローが出たんですけども、吹き上がりもせず失速もせず普通の弾道で飛んでってます。飛距離もあんまりマイクラブと変わらない。それは特殊なことをやってないんで、普通のショットも上げて下ろすような感じのスイングを打ってるんで、自分のマイクラブとほとんど球筋っていうのは変わらないんですよ。だから単純にライトスペック、自分のクラブからしたら優しいので、まあ、楽に打てるっていうのが本当結論なんですよ。で、今のスイングどういうイメージで打ったかって言ったら、あんまり体使ってなくて、もう手先でピョンピョンって打ったような感じなんですよ。それはレディースクラブって多少短かったり、もちろん重量がめちゃくちゃ軽いんで、体を使ってこう一生懸命体のターンで打とうとすると、このクラブの重さが感じづらいので、あんまりクラブのスイング軌道が安定しないんですよ。だからもう本当にここで体どっしり構えたまま、こう手先でこうやって振ったような感じで今2球打ったんです。そうするとこれだけ軽くても手先で持って動かしていると重さって感じやすいので、軌道っていうのが安定してくるんです。そもそもそのクラブの重量が多少あった方がスイング軌道っていうのは安定しやすいって言われてるんですけども、僕はそれ感じたことはないんですよ。重いから安定するとか軽いから安定しないっていう風には感じたことはないんで、一般的に言われてるっていうだけなんですけど、あとはドライバーショットに悩み抱えてる方が、こういう優しいクラブを使うのが嫌っていう方ももちろんいらっしゃると思うんですが、その理由としてもちろん見た目もあると思うんですよ。あとは単純に安定しない、クラブが軽いんでこう暴れちゃうって言うんですけども、それは先ほど言った体を使いすぎてたりすると軽いクラブは暴れちゃうので、
こう手先で上げて手先で下ろすような感じで打つイメージがあった方がいいと思いますね。本当に見た目も気にしなくて、本当にドライバーもそんなに球をいじりませんよ、とにかくフェアウェイの真ん中にまっすぐ打ちたいっていう方でしたら、とことんスペック落としても球が軽すぎたりとか、ちょっとこう吹け上がっちゃうとか上がりすぎっていうことはほとんどないと思うので、一旦とりあえずまあシダできる場所があれば、相当なライトスペック、もちろんレディースクラブでもいいです、そういうクラブに一回スペックを落としてシダをしてみて、それに近いまあメンズのクラブとか男性の方でしたら使ってあげたりとかですね。単純にこのシャフトがいい、今のシャフトがいいっていうんであれば、ロフトだけすごいハイロフトにしてみるとかだけでも全然変わってくると思うので、とにかく今のスペックに何か変化を加えてあげることが大切になってくると思うので、その辺はぜひシダできるところがあったら試していただきたいポイントになります。では今回はですね、レディースクラブ打ってみましたっていう動画を撮ってきました。ちょっとでも気に入っていただけたらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。